XFV-12XFV-12 は、ロックウェル・インターナショナルが1970年代に、艦上戦闘機として開発した垂直離着陸機である。アメリカ海軍の正海艦構想に基づき、その搭載機として開発された。放ーーシドレイ・ハリアーの成功に刺激を受けて1972年に、計画に着手、垂直離着陸能力と、 2回マイナス4と同等のマッハ2以上の高速性が求められた機体はエアインテークと4桁2回マイナス4のキャノピーを含む全部胴体は A-4 の部品を流用した。試作機は1977年8月26日にオハイオ州コロンバスにあるロックウェルインターナショナルの工場で公開された。製作された試作機自体は 上実の構想のためにハンスフォン・オハインが発案したオーギュメンターウィングの実験機的性格が強い。低翼のカナードと高翼の主翼の公園に吹き出しフラップがあり、胴体後部に設置されたターボファン方式のエンジンの排気がダクトを通じてフラップに導かれ、そのフラップによって下方に噴射される際、コアンダ効果により周囲の空気も合流、変更して、 水力を増大させると同時に排気が冷却され、甲板を損傷することを防止する。これにより、計算上はエンジン水力の55%の上向き水力が発生するはずであったが、結局飛行することはなかった。クレーンに釣り下して6ヶ月間にわたる実験が続けられたが、風洞シミュレーションとは異なり実機は垂直離着陸できなかった。 長いダクトを経由することでの水力損失が課題、かつオーギュメンターウィングの効果が機体を大きく、下回り、主翼でエンジン水力の19%、カナードでは6%しか増強されずに、垂直離着陸に必要な水力の3、4しか発生できなかったためである。さらに、そもそもの開発動機であった、観光層が断念されたために、予算は大幅に削られ、計画は、 試作機2機を製作したのみで1981年に放棄された。その2機も1984年に完全に解体され、機体は現存していない。出展、テイラー、ジョン・ W、ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1978から79、ワッツ、PP、423から424、ISBN978 から0531032985、 初言性能ロイエー、グロスニック、ユナイテッドステーツネイバルアビエーション1910から1995ネイバル、ヒストリカルセンター。ありがとうございます。